英単語1500とかね、全体英単語1500とかの、某、クレヨンなんとかちゃんのお母さんの声でこう読まれるんですよ、CD が。とかは聞いてたりは。武田塾チャンネル。やっぱ本当にやっぱ直前期じゃないですか。直前期ですね。センター試験も間近で、はい、ね、一般入試だってもうね、早いとこだったら1ヶ月切っちゃってますよ、はい、もう。本当ですね、もう、うん、本当にクリスマスに戻りたい。大して戻ってないね。大して戻ってない。そうですね、直前期のおかげですね、うん、僕が伸びたのは。だからね、まだまだ諦めずに、はい、まあ、その中でね、もし困ったことあれば相談してもらえればということで、そんな受験生の悩みに答えるこの番組は受験相談 SOS。 宮先生、はい、今回の質問は何ですか。はい、今回の質問は、うん、今、入門英文解釈を使っていますが、うんうん、中古で買ったため CD がありません。はい、 CD のために買う必要はありますか、それとも、はい、武田塾では CD は使いませんかということで、はい、入門70ね、70ですね、うんうんうん、ありますよね、あるね、そうですね、使ってるある生徒、去年一人使って、基本的には使わないですよね。そうですね、うんうん、あの同じタイミングで速読入り熟語のシャドーイングが入ってくるんで、はいはいはい、熟語をちゃんと終わってればね、なので基本的にそっちで音読はやるから、170は特に使ってないかなっていうところですかね。そうですよね、うん、参考書 SVOC 振りの練習だったりっていうのをやる参考書なんで、構文振りと直訳の練習って感じなんで、はい、うん、あまりそうだね、正直その訳さなきゃいけない部分、解釈しなきゃいけない部分以外の文章は結構難易度高かったりするんで、あんま音読教材としてね、要は文も一部を抜粋なんで一つの文としてこう完結してるものじゃないから、まあ、ちょっとその英文読むときとかにね、こう一回音読しないと読みづらいみたいな人だったら使ってもいいと思うんだけど、まあ、音読練習で使うなら速読英熟語の方がまあいいんじゃないかなっていうところですかね、うん、そうですね、結構その CD 使いたい派の人っているんですよね、付属 CD 一時期流行ったじゃないですか、なんかCD いるのみたいなのを CD ついしたりみたいなことも結構あったりもしたんで、うん、ちなみに宮先生なんか勉強受験生とかの時代とかに、はい、自分でそのなんかやってました、その CD 的なものって、参考書とか教材で、青木先生の世界史、うん、あ、実況中継、実況中継の CD、 講義 CD、 あー、はいはいはい、あれを子守歌としてめっちゃダメでしょ、寝る前に聞いてましたね、はいはい、で眠くなっちゃうという、ね、そうですね、はい、あ、青木先生のお声が聞こえるそこから勉強しようじゃなくて寝ようみたいな、いや懐かしいですね、はい、まあ、自分はあのね、センター、英単語1500とかね、センター英単語1500とかの、ね、某、クレヨンなんとかちゃんのお母さんの声読まれるんですよ、CDとかは聞いてたりは、え、もうくれよ、はい、あ、そうです、はい、それは結構なかなかね、インパクトあったね、そうですよね、はい、しのすけ、みたいな、はい、はい、はい、ね、なので、まあ、そういうのもあったりとかして、まあ、でも CD はね、使いこなせると便利だったりするんで、もし自分で使いたいっていうのがあれば、食べた時で別に使ってないから役に立たないとかそういうことじゃないんで、使いたかったら全然使っちゃって構わないと思うので、はい、はい、使いたいものは使ってみてください。はい、それでは今回は以上です。はい、武田塾では全国の校舎で受験相談受け付けております。お申し込みこちらから最寄りの校舎探してみてください。そしてですね、私中森が宿題のペース管理をして生放送でその結果を読み上げるスタジオコース毎週火曜日やっております。詳細こちらからよかったら見てみてください。そして、武田塾チャンネルですね、チャンネル登録募集しております。よかったら登録をお願いします。